鍵とカードを使ったマジックです、こちらのカードは数字が書かれた10枚のカードです、0から9まで10枚あります。こちらの鍵は4つの数字の組み合わせで開く鍵ですが、4つの数字を順番通りに入れてこのロックを解除しない限り絶対に開かない鍵です。お客様の指輪をお借りしたいと思います。指輪お借りしていきますか。はい、ちょっと待ってください、ね、私はこの番号を知っていますので、この番号で開けたいと思います。はい、ではお客様の指輪をロックして、これでもう開かない状態になりました。ちなみになんか適当に4件なんですよ。ロック外れるかどうかやってみてください。まず開かないと思います。何通りとありますからね。じゃあその間にちょっとね、カードを軽くね混ぜておきます。これからカードを2つの山に置きます。どっちかの山を使いたいと思います。そうですね、大きい数字と小さい数字どっちか選んでもらいたいと思いますが、お客さんの選んだ大きい方か小さい方か、選んだ方を使います。どっちがいいですか。大きい方。大きい方がいいですか。じゃあ見てください。どっちが大きいですか。あ、こちらが大きいですね。じゃあちっちゃいのは使いません。さあ5枚に絞られましたが、この鍵は4桁ですから1枚いりませんね。ちょっとぐちゃぐちゃに混ぜてください。1枚カードを覗きたいと思いますが、こうしましょう。回して捨てて、回して捨てて、回して捨てて、これを繰り返して1枚のカードを捨てたいと思います。ではやってみてください。わかりましたね。じゃあこのカードは使いません。どこか、はい、確認してください。さまざまな数字がありますけども、お好きな順番にこう並べてください。6 3 2 8。はい、これでいいですね。では6328と打ち込んでください。そしてロックを解除してください。お、開きましたね。はい、見事にお客様の指輪が戻りました。